ナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はコメントでいくつか要望がありました最強ランキングをやっていきたいと思います。新キャラ3体のランキングはしたんですけども、すべてもう新キャラから昔のキャラすべてを含めた最強ランキングトップ10を発表したいと思います。全部話すと長くなりますので、10位から4位はさらっといって、で3位から1位は理由を話していきたいと思います。いきましょう。10位ドフラミンゴ、9位ジンベイ、8位おでん、7位鬼ヶ島決戦カイドウ、6位ビッグマム、5位黒ひげ、4位赤犬。それでは第3位、白ひげですね。でかい、速い、強い。この3拍子です。とにかくでかくって、パワータイプなのに、スピードタイプばりに動きが速い。そして攻撃力もめちゃくちゃ高いので、使いやすいですね。第2位は、片栗ですね。チャージ後の鏡餅がとにかく強い。餅を殴ってるだけで、大概の敵は溶けていきます。そして、無双ドーナツが強い。気持ちいい。そして第1位です。第1位は昔のカイドウですね。通常でもものすごく強いんだけども、ドラゴンになるととにかく強い。手がつけられないですね。炎と氷を降らせておけば、あとは通り抜けるだけで敵が溶けていく。これは強すぎる。はい、ということで最強ランキングトップ10でした。このランキングですけども、個人的な意見が入っております。ご了承ください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。